イリュー、グムソ、ディブル増えてきてると思います。今日はですね、ついにシーズン5開幕しまして、最速で生放送やってまいりました。で、一応レベル62で、ティア4まで、ワールドティア4トーメントまで来ました。っていうところで、今日は最速レビューという形で、まあ、毎回やってるんですけど、今シーズンの序盤から中盤にかけてやってみたけど、おもろいんかい、面白くないんかい、どっちなんだいっていうのをやっていきたいと思います。という感じで、本日も無事やっていきましょう。1つ目、シーズン5開幕。2つ目、神ゲー爆弾かで、最後にまとめという形でやっていきたいと思います。で、まず1つ目にシーズン5開幕という感じで、とりあえずさっきも言った通り、まあ大体6時間半ぐらいやってワールドティア4まで来て、で今レベル62かっていう感じで、ネクロマンサー使ってますみたいな状況です。で、まあ、あの大体、まあ、あのエンドコンテンツ一歩手前のティア4までワールドティア4まで来たので、まあ大体中盤まで来たと、6時間半ぐらいまでかけて。で、その中で今シーズンおもろいのかっていうのを先に、ですね、結論言っておきたいんだけど、マジで面白い、めちゃくちゃ面白い。っていうか、あの俺はあれなんですよね、サーバースラムっていう、もともとリリース前 の, あのサーバーテストみたいな感じのがあったんだけど、そこからやってるんだけど、それの中も含めもう全シーズンやってて一番楽しいかもしれないマジで一番楽しいシーズンというか、まあそのなんていうんだろうな、時期かもしれないぐらいめちゃくちゃ手応えがあって、普通に気づいたらもうなんかね、その動線に乗せられて、シーズン5の運営が作った動線にそのまま乗っかっているだけで、なんかワールドティア4までいつの間にか来て、で楽しくなんかいろいろ装備揃えたりレベル上げたりできてて、いや楽しいみたいな感じで、まあなんか本当にあっという間に過ぎた6時間半のシーズン5の最初のプレイだったっていう感じで、まあ、シーズン5はあの開幕前にめちゃくちゃいろいろね、 あったんよ、いざこざが。まずはあのシーズン4の最中のテストサーバー PTR ですげー燃えたっていう、まあ、燃えたというか、まあ、不評だったって感じかな。でそれでめちゃくちゃ微妙だよねってなって、でさらにあのシーズン5開幕直前になんですけど、タッチノート出したのに、そっから後出しじゃんけんで2回ほど変更があって、しかもナーフっていうようなのがありまして、かなり疑惑のシーズンだったんだけど、蓋を開けてみればめちゃくちゃ楽しくて、あれめっちゃおもろくないみたいな感じになってますっていうのが俺のまず第一印象って感じで、その中で、まあ、次のメインテーマの神ゲー爆弾かっていう形でもうちょっと深掘りして読み解いていって、このコンテンツとこのコンテンツが面白くて、こういう風な楽しみ方で非常になんかいい、評価というか感想が僕は、得れましたよというのをですね、具体的にみんなと共有していきたいと思います。で、神ゲー爆弾という感じなんだけど、俺的には4つ目ポイントがあると思ってます。まず1つ目がシーズンコンテンツですね。でシーズンコンテンツっていうのは、今回極炎軍団っていう新しい新しいね、まあ、前のシーズンで言うと奈落っていう新しいダンジョン追加されたじゃん。で今回はまあダンジョンじゃなくてアリーナなんだけど、エンドコンテンツの新コンテンツが追加されたと。でそこを補完するような形の、まあ、ストーリーラインがありますよっていうのがですね、シーズン5のシーズンコンテンツになってます。極炎軍団がどういう感じかみたいな、まあ、周りの話みたいな、アナザーストーリーというかエピソード0というか、まあ、そんな感じになってます。そこら辺をいろいろシーズン限定のダンジョンとかを通してみんなと楽しんでいくみたいな感じで、極炎軍団の、まあ、周りにある話っていう形ですね。で次に、まあ、もちろんですね、その極炎軍団という新しいダンジョンというか、まあ、アリーナ形式なんだけど、新しいですねエンドコンテンツ、この新コンテンツについてもやっぱりポイントだし、であとは、まあ、毎シーズン追加されている新しいレジェンダリーの化身であったり、あとはユニーク装備っていうところで、最後に、まあ、細かいんだけどアップデートで、まあ、システムの変更とか追加が行われて、これ良かったよねみたいなっていうところもあるので、そういった面含め今シーズンマジでシーズン5の完成度が俺的には高くて、めちゃくちゃ楽しく最初の6時間半ぐらいがもうあっという間に過ぎて、一気に本当にさっきも言ったけど運営に乗せられて、そのままワールドティア4に来たみたいな感じになってるので、まあ、そこをね深掘りしてみんなとね、こういう風におもろいぜ、今シーズンやる価値あるぜっていうのを見ていきたいと思います。でまずシーズンコンテンツに関して、まあ、今実は戦っているダンジョンがドゥラエルの審判っていうところで、シーズン限定のシーズンサーバー限定でシーズンの間しか行われないダンジョンになってるんだけど、まあ、これ何かっていうと単純になんですが、まあ、極炎軍団の仕組みをダンジョンに取り入れてるみたいな感じなんですね。で、これ結論言うと、
何がいいかって話なんだけど、まあ別の動画っていうかそのシーズン5直前の動画でガチ勢がこういう風に俺はレベル上げを想定してます、こういう風に俺たちは一気にレベル100まで5時間ぐらいでレベル上げをしようと思ってますっていうね、ロブのなんていうんですかね、レベル上げのレベリングの、まあ、その教科書みたいなのをですねみんなと共有したんだけど、その中ではヘルタイドが、まあ、圧倒的にですねワールドティア2スタート時に有効だという話で行われていたんですが、なんとそのヘルタイドを覆すぐらいめちゃくちゃシーズンコンテンツのシーズンダンジョンがすごくいい、報酬がいい、敵の数が多いで結果的にめちゃくちゃ早くレベルが上がって、かつすごく多くのレジェンダリー装備や、まあ、レアの装備という形で装備収集がめちゃくちゃはかどってめっちゃいい感じだよねっていうような感じになってるんですよね。なので要するに超実用的になってるっていう形で、まあこれやっていただけると分かるんだけど、シーズンストーリーを進めるっていう形でもちろんストーリーパートも多少あるんだけど、ほとんど、まあ、自分でダンジョンに行ってですね行くっていう形で、1シーズン前のシーズン4の鉄郎団と同じ感じで、まあ、そのなんていうかな、そのシーズン用の素材を集めてって、それがたくさん集まると、まあ、報酬がどんどん解放されていくみたいな掲示板のねボードのっていう感じなんですよ。なので、まあ、そこまでストーリーがシーズン1、2、3みたいにがっつり来るわけではなくて、まあ、さらっとサイドストーリーみたいな感じであって、あとは適当に冒険して素材集めてきてよみたいな、で集まったら次に進むからみたいな感じで、まあ、基本的にはシーズンのダンジョンを結構ねワールドティア2とかでやるんですけど、これがですねめちゃくちゃ効率よくて、気づいたらワールドティア3に行ってますっていう感じでですね、うまい具合にできとるんですよこれ。しかも報酬がめちゃくちゃいいので、自分がどんどん強くなるのが分かるので、レベルも上がりやすいし敵が多いから、でさらに報酬もいいしという形で、しかもこれもっといいのが、今後やっていく極炎ダンジョンっていうエンドコンテンツのシステムをダンジョンに組み込んでるから、結構似通ったシステムが入ってるんですよ。なのですんなりそのまま、まあ、アリーナ形式にはなるんだけど極炎ダンジョンに入っていけるみたいな形になるんですよ。っていうところで、かなりですねこのまずそもそもシーズンコンテンツが無駄な話というものがかなり少なくて、その中で、まあ、結構ですね実用的、非常にですね有用的な働きをして、なんか楽しくやってればいつの間にか勝手に終わってたみたいなっていう感じのノリなんですね。なのでめちゃくちゃこのまず、超初期の初期ね、まずレベル1から始めてワールドティア3まで上がるところが、このシーズンストーリーによってキャリーされるんですよっていう、この動線めちゃ良くて、しかもそれが結構楽しいんですよね。で今からこのねシーズンダンジョン の, 装備品っていうのを開けるんだけど、どんな感じかっていうと、開けますよ、まあ、これはちょっとワールドティア4なんだけど、こんな感じでめっちゃ装備品と素材出るんですよっていうので、非常に有用ですっていう形で、なんかねいい感じに乗せられていくっていう。でもちろん別にヘルタイドも行っていいし、要するに選択肢が2つになったのよ、ヘルタイドとシーズンダンジョンみたいな。なのでこの選択肢が多いっていうのはとてもいいことだと思うし、飽きたらそっち行けばいいし、そっちはそっちの旨味があるし、ヘルタイドはヘルタイドで宝箱開けれるし、でもちろんねフィールドでやるから草とかもね回収できるし、いろんなフィールドイベントもできるしっていうところがあるんだけど、そういった形でシーズンコンテンツがめちゃくちゃなんていうかな、有用的にハマってる。今まではめんどくせえなみたいな、早くスキップさせたいなみたいな感じは俺正直思ってた。結構ストーリーは見るっちゃ見るけど、後からちょっとムービー見るぐらいでよくて、そのプレイ自体は早くいろいろエンドコンテンツを遊びたくてワクワクしてるっていう感じなので、そんな中でやってるので、まあ、結構ストーリーとかはできれば二の次でいいかなって感じの俺はパターンなのね。なのでそこら辺とかでいい具合に黒子のストーリーが支えて、いい感じにこうダンジョンが進んで、気づいたらあれもうレベル30とかだからキャプソンダンジョン行くか、あ普通にクリアできた、やったみたいな、よしワールドティア3みたいな感じなんだよね。なのでこれめちゃくちゃ有能だった。でこっからワールドティア3に入ると何があるかっていうと、今までのシーズンダンジョンっていうのがそんな使われなくなってきて、次は極炎軍団を使っていく形になります。で、まあ、極炎軍団に関してはですね、基本的にはストーリーのシーズンストーリーの別のラインのストーリーがあってっていう形にはなるんですけど、基本的にはこのねザービンゼットというところでミッションを受けて、
で、極炎軍団を解放するというねものをやっていくんですけど、でこの極炎軍団がめちゃくちゃやばくて、PTR ではマジで評価が終わってたんだけど、かなり今回評価が高くなってると思います。ていうか俺の評価、極炎軍団クソ楽しい、マジで楽しい。どう楽しいかっていうと、敵の数と報酬がえぐいんですよ。なのでめちゃくちゃやばいんだよね、めちゃくちゃやばいっていうところなんで、非常にですね、そこを考えるとマジで優秀な作りになってるよねっていうのが今回の、中身になっております。なのでPTR で不安視されていたシーズンコンテンツという部分が大きく価値を上げて、それが逆に、今から極炎軍団行きたいと思うんだけど、ティア2のね、トーメントのかなり逆にそれが引っ張り上げてめちゃくちゃ面白くなってんだよね。で極炎軍団、要するに何がいいかっていうと、敵が少なくて報酬がまずいが PTR だったのが真逆になってて、敵がもうバッカほど多くて、もうめちゃくちゃ敵が多くて報酬がめっちゃもらえるっていう感じになってますので、ワールドティア3時点でめちゃくちゃやばいんですよ。で問題だった敵の脇とかも全然ねもう間に合ってて、むしろなんていうかな、今回最初のスタートのタイミングではですね、ミニオンビルドをやってるんですけど、ミニオンビルドはやっぱりね、なかなかそのうまくそのフォーカスできないんだよね、火力を。なのでちょっとね、そんな中で難しいなっていうところでもめっちゃ手に入ります、エーテルも報酬もっていう感じなので、見てもこれも殲滅が追いつかなくてめっちゃ来てるじゃんっていう感じで、これをワールドティア3からやっていくことによって、めちゃくちゃレベルと報酬がもらえるっていう、レベルというか経験値だねっていうのがガチですごいんですよ。これが本当に優秀っていうところになるので、かなりですね、今回新コンテンツやシーズンコンテンツ、新コンテンツに紐づく新コンテンツによって、めちゃくちゃですねシーズン5はなんていうかな、面白くなってる、楽しくなってるんだよね。でもうレベルもさ、こうやってガンガン上がってくんだよね60ぐらいだったらっていうところなんで、めちゃくちゃね、この極炎軍団っていう新コンテンツで、それに紐づくシーズンコンテンツ、この2つがめちゃくちゃ有能になってるんですよ。すごく有能っていうので、動線が綺麗にできてて、想定っていうか、シーズンが始まる予想では、どうせヘルタイド行ってみたいなっていう感じなんだろうなっていうところだったものが、逆にもうこの新コンテンツたちがメインの戦場になってきている、狩り場になってきているみたいな感じになってて、めちゃくちゃですね新しい形になってるんですね。これがマジでやばい、めちゃくちゃ面白い中身になってる。で新コンテンツは俺はすげえ楽しいと思ってる。ちなみに言うと、これ奈落ぐらい強くなる上のティアもあります。でブッチャー の, なんかね、新しいバージョンとかも出ます。なんかバーニングブッチャーみたいな一回出て倒したんだけどっていうので、マジねめちゃくちゃね楽しいんよっていうのがある。でここら辺でね、さっきも言ってた、要するに、気づいたらシーズン の, クエストと、あとは新しいこの極炎軍団やってたら、ワールドティア4に上がってて、レベルも上がってて、なんかレジェンダリーの化身たくさん持ってたわっていう状況になってた、いつの間にかっていう感じですね。もうやばいじゃんこの数うわーやばいっつってわーってやって楽しいって感じで、こんな感じなんだけど、次のポイントとしてはやっぱね、新しい化身とか新しいユニークとかに関しての話になってくるとは思うんだけど、俺的には。でポイントがあって、今回行く極炎軍団であったり、あとはですね最初に紹介したシーズンコンテンツのシーズンダンジョン、なんか極炎軍団みたいな中身が入っている、ダンジョンですね。で、毎回同じなんだけど、シーズンコンテンツのダンジョンに関してはですね、緑の葉っぱみたいなマークがついています。ルルラの審判とかはこういう風に、この緑の葉っぱのマークってシーズンコンテンツのマークだから、シーズンのマークだから、このシーズンのマークがついているダンジョンがそこら辺になってて、ここでですねターゲットファーミング的なのがおそらくできてます。明確には言われてないんだけど、今俺も例えばこの大いなる共演とかっていうミニオンビルドにすごくという新しいこの化身なんだけど、これめっちゃ出ます、これめっちゃ出るっていうのが新コンテンツに行くと出会えるんですよ。
例えばさっきのシーズンの、コンテンツのダンジョンとか今来てるこの極炎軍団に行くと自動的に新しいユニーク新しいレジェンダリーにターゲットファーミングができるというのがマジでレベルが高いというかマジで優秀っていうのが俺的には本当にいい仕組みなんですよ。それが回ってんすよ。なのでめちゃくちゃ俺的には有能にその循環してるなっていう風に感じてる。でももちろんさ新しいレジェンダリーとか新しい化身とかっていうのはさ、まあ、楽しみじゃん、まあ、で使いたいじゃんっていうところがあるので結構ですね、まあ、もちろんね確率なんで手に入んないことも全然あって俺もねその刈り取りのやつが手に入んないんだけど刈り取り以外のやつとかは結構劣勢みたいな感じなんだけど、まあ、そういう風でね結構いろいろゲットはできてるっていうところなんで、まあ、かなりですねターゲットファーミングは相当ね今回できててめちゃくちゃ強いなっていう風には感じてますっていう風なところでかなり今回シーズンで新しく出てきたこの新ユニークとか新レジェンダリーがゲットしやすい環境、しかもその例えばいやいや言って極炎軍団にいやいや言ってゲットするんじゃなくて楽しいよねとか動線に乗せられていってでいつの間にか結構なんかいつの間にかあるなみたいな感じになるんですよっていうのがすごいので俺的にはねかなり有能だなっていうふうに思ってます。ここら辺の流れがっていうところでここら辺で、まあ、かなりですねなんていうかないろんなものが噛み合って循環して新しいものをすごく多く触れさせてもちろんねエンドコンテンツになったら勝手にいろいろ周回していろいろ手に入っていくから、まあ、あれなんだけどやっぱり最初はさ新しいものとか気になるし触れたいじゃんっていうのがめっちゃ刺さって見事に乗せられたっていう形になってる。しかもそれが綺麗な動線になってなんかねその義務態度みたいな感じがないのよっていうのが本当に楽しいからそのまんま本当にワールドティア4のトーメントまで来たみたいな見てこのモンスターの数イカれてるでしょっていう感じなんですよ。なので普通にさもうなんかさイカれてんじゃんこんなやばいってなってでこうやってうわーってやりながら倒していくっていう形になるからそれはそれで楽しいわけなんですよっていうので結構俺的にはですね、まあ、かなりいい感じに楽しめてるなっていう形でトーメントまで来れたっていうのが本当にでかくてまさかのいろいろいい感じに調整されてるっていう風な話になってるんだよねっていうところなんで新しいレジェンダリーであったり新しいユニークでそれに伴って新しいダンジョンというか、まあ、エンドコンテンツの極炎軍団でそこに紐づくシーズンストーリーのシーズンダンジョンっていうのが全てが合致して序盤めちゃくちゃ回転早くトーメントまで行くような流れになってるんだよね。これがマジでやばい、本当にやばいんですよ。非常にですね俺の中では価値が大きい形に今なってるかなっていうふうに思いました。俺はマジで普通に楽しかったっていうような感じですね。まあなんかいい感じだよねっていうところだった。単純に本当に単純に楽しかったっていう形、変にまあなんかひねくれたこととかなくてマジで単純に普通に楽しくて、そのなんていうかないい感じにですねなんていうのこの動線ができてて楽しく俺は普通にやれたよっていうそんな感じですね。で最後にですね細かいところではなるんだけど新しいシステムとかの変更とか新しいシステムの導入なんだけど、実は今ずっとさっきからやってるシステムがあるんだけど、それ何かっていうと俺のキャラの頭の上にゲージが2つあるの分かる。これ実は HP と MP、 上が HP で下が精髄なんよ。水色が HP で下の緑が精髄っていう MP になるんですよっていう感じで、なんとですね今回オプション設定で追加というかですねあれしないといけないんだけど、この設定をつけることができてめちゃくちゃ優秀なんですよね。めちゃくちゃこれ使い勝手が良くて、まあ、なんて言うんだろうね、やりやすいって形になってますので、こういった小さな気遣いとかが地味にですねいい感じなんですよ。であとはデュリエルとかバーシャンとかのボス周回に関して、まあ、これはもともといいねって言われてたんですけど、一回倒したら外に出てダンジョンリセットしてもう一回入り直すじゃなくて、ずっと倒せば自動的に祭壇が再登場するようになってずっとその中でループしてボス討伐ができるとかっていうのもあるので、今回ねマジで優秀なんですよ。かなりやばいっていうところになるので、すごく楽しかったっていう感じになるので、まあ、とりあえず最後のウェーブはバーニングブッチャーを出していきつつ倒していきつつ最後のまとめやっていきたいと思います。
でまとめとしてはですね、あのガチで楽しいシーズン5、マジであの新コンテンツ楽しいでしょ、で新ユニークとかレジェンダリーがターゲットファーミングできるでしょ、でさらに言うと、あ、やばい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 、バーニングブッチャー来てる、バーニングブッチャー来てる、さらに言うとそこであの最初にね、あの入り口としてシーズンコンテンツがめちゃくちゃ充実していて、もうなんなら新しいあのコンテンツの方が楽しくて、楽しくてっていうか、あの普通に行く価値がある、有能で、それによってですね、あの普通にそっちの方がいいよねというところで、あのヘルタイドよりそっちが優先される、シーズンダンジョンの方が優先されるみたいな感じなんですよ、俺の中では。でさらに、まあ、ナイトメアダンジョンとかも全然いいんだけど、ワールドティア3に入ったらなんだけど、まあ、全然ですね、それもいいんですけど、極炎軍団とかがよくねみたいな感じで俺は思ってるので、新コンテンツがマジで刺さってるっていう感じで、それによって新たに、まあ、なんて言うんだろうな、ルートができて、でそこがめちゃくちゃみんなが多分楽しくなるポイントかなっていうふうに思ってるし、俺自体はそこがめちゃくちゃ楽しくて、いつの間にかトーメントにいたよねっていう形になるので、シーズンコンテンツで新ダンジョンというか、新コンテンツというね、あの極炎ダンジョンで、新ユニーク、新レジェンダリーの化身で、あとは、まあ、あのこういった新要素 HP が頭の上に出るとかっていうのがマジでマッチして、すごく単純に楽しいゲームになってんだよね。いや普通にストレスマジないから、ストレスなく普通に楽しく遊べてるっていうのがガチで、有能で、なんかね、よかった、すげえよかったっていうところなんで、まあ、ぜひね、皆さんね、あのシーズン5どうしようかと思ってる方、多分ね、遊んだ方がいい、マジで楽しいよ。ディアブロ好きだったり気になってる人だったら、一度は試しに軽くトーメントまでさ、ちょっと一日触ってみたらいいと思う。土曜日とか日曜日とか何でもいいけど、マジで楽しいから、普通にね、なんかね、夢中になってやった、こんな夢中になってやったの、シーズン0とかシーズン1以来の感じのレベルだった、本当にっていうところなので、シーズン4より俺はなんか面白いんじゃないかなというふうに思った。あのイメージで言うとね、俺のイメージで言うと、シーズン4は今までいろいろ文句が出たり、まあいろいろさ、不安定な要素とか微妙な要素があったディアブロ4が一旦完成した、完成形がまあシーズン4だと思うんだよね。でさらにそっからシーズン4という一旦の一番初めの完成形から、さらにそこにコンテンツを追加して、なんていうかな、新しい今までの楽しみを追加したシーズン4みたいな感じ、シーズン4が今まで不具合とか不完全なもののシーズンだったものをたくさん乗り越えてきて、完成版ディアブロ4だったら、そこのバージョンアップした形のなんかね、感じというかイメージなので、そういった中でめちゃくちゃ面白かったんだよね。っていうので、俺は今回ここら辺の新コンテンツ楽しいです、で新ユニーク、新レジェンダリーも楽しいです、でなんならさ、まあ、強いけどミニオンビルド序盤は、俺は一番ティアの低いね、あの海外ガチ勢が言ってる中で一番ティアの低いネクロマンサーでやってるんですよ。それでも楽しくやってるんですね。なので正直ね、あのめちゃくちゃね、あの面白いし楽しいと思ってる、そんな俺でもやれてるから。で別に俺ガチ勢でなんていうの、あのパーティーでみんなでガーって回して死ぬほどレベリングしてるわけじゃないし、6時間半あの普通に行ったり来たりして、なんかタイムロス多めで無駄なこと多くやった中で、まあこういう状況なんですよ。なのでまあそんな中でやっているので、その中でも簡単にあのトーメントまで行くしみたいな、でな気づいたらそこまで行ってるしっていう感じなので、非常に仕組み的に本当に楽しくなってて、単純になんか楽しくゲームがやれてるっていうのが俺的には思ってるので、そこが本当に一番大きなポイントで、すごくいいシーズンだなというふうに思ってますので、まあ、ぜひね、このシーズンに関しては俺は非常に序盤はいい評価っていうか、なんかもうめちゃくちゃ高い評価を、まあ、みんなにはあの共有したいなというふうには思ってます。ただまあもちろんエンドコンテンツは話が別になるので、ちょっとユニーク出なかったわ。まあちょっとエンドコンテンツはまた別の機会にいろいろレビューとかをしたいと思います。っていうのもまだもちろんね、レベル66なんで、もしこれ極炎軍団のティア3が鬼のように難しくて奈落の序盤みたいな感じで、もうあの初心者お断り、エンジョイ勢お断りみたいなノリだったらマジでやばいと思うし、であとはまあ結局そのビルドの幅が結構微妙だったりとか、なんかいろいろね、なんて言うんだろうな、ビルドのバランス、クラスのバランスが悪すぎて
ちょっと微妙だよねっていう話にならなければ、まあ、今のところあんまりそこはならなそうなんだけど、まあ、なったらまあちょっと話は別なんだけど、エンドコンテンツのまあ何かあの穴が見つかったら、大穴が見つかったら、こっからいやちょっと最初は良かったけど後半はダメだったねって話になるんだけど、今のところめちゃくちゃいい感じで進んでるっていうところなんで、ぜひねみんなのねあのご意見感想も聞かせていただければって感じで、今日は初日にねまあ大体6時間半ぐらいプレイした感じの感想を共有してまいりましたというところなんでね、バーニングブッチャーも倒せてホクホクなんでね、ぜひ皆さんねあのこんな感じであのシーズン5楽しんでいただければって感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。でケイタルゲームではこんな感じでですね、ディアブロの動画サーバースラムの頃から作っておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価でぜひ応援してください。で生放送もどんどんやってきますのでね、皆さんね一緒にね、まあ、楽しんでいただければって感じで、今日はこんなにしておきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。